古く5世、ダンジューは、フランスの貴族で、アンジューハク、後に、エルサレム王。アンジューハク古く4世とベルトラード・ド・モンフォールの息子。1109年の父の死後、古く5世は20歳前後で、アン安獣博位を継承した。同年に、メーヌハクエリー1世の娘エランブルジュと結婚。翌1110年に、エリー1世が死去するとメーヌハク領を併合した。 アンジュー博は代々ノルマンディー公と対立していたため、当初はフランス王イ六世と同盟し、イングランド王権ノルマンディー公ヘンリー一世と敵対した。彼のおいでノルマンディー公を要求していたギヨーム・クリトンとモテオ、組、次女、シビエユとギヨームの婚約を画策。ヘンリー一世に反抗する、シュルーズベリー伯爵ロバート・オブ・ベレー村ノルマン、貴族たちやイ六世。 親戚のアモーリード・モンホールとの連携で、ヘンリー一世を苦しめた。しかし、ヘンリー一世が反撃して1112年に、シュルーズベリー博を逮捕し軍事的に優位に立つとは僕、翌113年に、メーヌにおいて、ヘンリー一世へ侵入、ウィリアム・アデリン王大使と、長女、マティルドを婚約させた。ルイ六世もヘンリー一世とは僕して一時平和になったが、 モンフォールが再度ヘンリー一世に反乱を起こすと、ルイ六世ともどもヘンリー一世の敵に戻り、フランドルハクボードアン七世も加えて、ノルマンディへ進行、1118年にアランソンでヘンリー一世に勝利している。同年にボードアン七世が負傷して離脱すると、ヘンリー一世と、再びは僕、1120年に、ウィリアム王大,大使がホワイトシップの遭難により、事故した後、 1123年にシビーユとギオームを結婚させ、またもやヘンリー一世に反抗する動きを見せたが、ヘンリー一世の意向を受けたローマ教皇の介入で、シビーユとギオームの結婚は無効にされた。以後はヘンリー一世に味方し、1128年に着手でマティルドの弟、ジョフロワをヘンリー一世の娘かつウィリアムの姉で後継者に指名されたマティルダと婚約させた。 1133年に生まれたジョフロアとマティルダの息子ガートにイングランド王ヘンリー2世としてプランタージネット長を創始する。1120年頃にエルサレム巡礼に出かけ十字軍に参加した古く五世はテンプル騎士団と共に聖地の守備に当たった。それから8年後の1128年にエルサレム王ボーダン2世が長女メルザンドの夫を求めて フランス日社を派遣、1120年の巡礼で十字軍国家の貴族たちと親しくなったこと、ノルマンディ・フランス双方にも一目置かれるほどの強大な領地と軍事的名声が決め手となり、ルイ6世の推薦で古く5世に決まった。1126年に戦災をなくしていた古く5世は承諾、ジョフロワの結婚を済ませ、1129年に 安住白陵をジョフロワに譲り、エルサレムへ旅立ち現地でメルザンドと再婚した。2年後の1131年にボードアン2世が亡くなった後、夫婦両王としてエルサレムを共同統治した。当初は古くが実権を握り、安住家出身のフランス貴族を側近として登用したが、先代の側近も登用してバランスをとっていた。しかし、 アンジュ家出身者を徴用していた事実は変わらないため、現地の他の諸公と不仲になり、1134年に、義前で、アンティオキアコーボエモン2世の未亡人アリックスが、権力独占のため、エデッサハクジョスラン2世とトリポリハク・ポンスと結託して、娘コンスタンスに権力を渡さない姿勢を示した。古くは、衆都から、アンティオキアの摂政と義理の名、コンスタンスの貢献を受け継いでいったため、 直ちにアンティオキアへ急行し、ポンスを捕らえ、町の住民たちの支持を取り付けて、コンスタンスのアンティオキア行為を確保したが、同年に、メリザンドの幼馴染みで、ヤッファ博遊具2世が反乱を起こした。反乱は、貴族の支持を得られず失敗したが、背景には、現地諸侯と新参者たちの対立があり、古くが、前者の支持者であるメリザンドをないがしろにしていたことも、 反乱の一員だったため、以後、古くは妻を尊重して政治に参加させ、1136年頃からメルザンドの影響力が強くなった。このほか、アンティオキアを守るため諸公と相談の上で、コンスタンスの夫にデーモンド・ポアティエを選び、1134年以後古くは遊具二世の反乱に暴殺され、アンティオキアに介入できなかったが、アリックスは権力の座から下ろされた。 1136年には、西洋羽ネ騎士団に王国南部の幼少米とジブリンを提供して、守備を任せ、ダマスカスのアタベクムイーヌッティーン・ウヌルと同盟し、北はザンギー、南はエジプトと交渉しながら、領土をよく維持した。だが1137年にはホムスをザンギーに包囲された、ウヌルの要請で救援に向かったが、ザンギーの帰り討ちにあい逃げ込んだバーリンを包囲され、 ミノシロとンと砦を明け渡して退去する苦い敗北を喫している。それでも1140年にザンギーがダマスカスを包囲すると、ウヌルの採用性に応え援軍を引いて、ダマスカスに接近、ザンギーを撤退させた。この包囲戦をきっかけにウヌルとエルサレム王国は、公主同盟を結び、ウヌルはザンギーから脱出した都市、バニアースをエルサレム王国へ引き渡しエルサレムを訪問。 ダマスカスとエルサレム両国の同盟は古くやザンギーの死後も延長された。メルザンドがベタニアに混流した修道院へ夫婦揃って寄進を行う一方でシリア正教会と騎士の領地紛争に巻き込まれたこともあり、ファーティマ朝の捕虜となり30年以上監禁されたフランク人騎士の土地を正教会の修道院が取り戻したが、 捕虜から帰還した騎士の所領返還要求を確認したため修道院を擁護していたメルザンドの怒りを買い板挟みに合い困り果てる一幕もあった。紛争はメルザンドの裁定で騎士に賠償金が支払われ修道院は土地を確保している。1143年、アッコで狩猟中に落馬しなくなった。遺体はエルサレムの聖墳墓教会へ埋葬され、 幼い息子のボーダン三世が王位を継いだが、翌1144年にザンギーは、ジョスラン二世から、エデッサ博領を奪い、まだ洋君のもと、安定していなかったエルサレム王国を支える、メリザンドは、欧州に特使を送り、第二回十字軍を要請することになる。1146年のザンギー暗殺で、エデッサは、ジョスラン二世が奪還したが、ザンギーの息子、ヌールティーンに再び、 エデッサを奪われたことで、欧州に衝撃が走り、第二回十字軍の準備が進められていった。1109年、メーヌハクエリー一世の娘エランブルジュと結婚した。政略結婚であったが、夫婦仲は睦まじく年を追うごとに愛情を深めていた。1129年、エルサレム王ダーーン二世の娘メリザンドと再婚。二男を設けた。ルモエレル、P28、アサジ。 P 二十六、A B ルゴエ L ル、P 二十九、アサジ、P 二十五、P 二十六、金水花、P 五十三、アサジ、P 二十六、P 二十七、ルゴエ L ル、P 二十九、P 三十、アサジ、P 二十七、P 二十九、金水花、P 五十三、P 五十六、ペルヌ、ー、P 七十七、P 八十二、ルゴエ L ル、P 三十、アサジ、P 二十九。 ジョテシュキー、P118、サトウ、P56、P72、P75。グルスセ、P50、マールーフ、P180、P181、ペルヌー、P92、P97、ジョテシュキー、P118、P120。グルスセ、P50、P52、マールーフ、P190、P191、P196、P197。 ペルヌー、P98、P104、P132、ジョティシュキー、P120、P122、佐藤、P84、P85、ペルヌー、P106、ジョティシュキー、P208、グルッセ、P53、P54、ペルヌー、P106、P112、ペルヌー、P188、ありがとうございます。